自身のインスタグラムを更新した。元 AKB48 でタレントの板野友美が15日、自身のインスタグラムを更新した。板野といえば先日、もうすぐ2歳、次の投稿くらい？お最後に2歳以降は、今のところ娘の正面顔出しは通常投稿を控えるようにしようかな、と家族で話し合いました、と投稿していた。この日板野は、2歳の誕生日おめでとういつの間にか、赤ちゃんではなく、レイディーになって、最近ではボディークリームを塗るのを真似したり、リップ塗るのを真似したり、だいぶおませっちゃんですが、いつもいつもママは愛惜しいです。大好きな90歳違うおばあちゃんと、誕生日も近く、家族みんなでお祝い、そして、ミッキーが大好きなベビチンなので2デイズ織田夢の国へ行ってきました。大興奮。2歳の誕生日プレゼントは、おままごとキッチンセットと野菜と食器にしました。音符。今回の投稿でインスタのベビチンの正面顔出しは最後になると思いますが、サブスクには載せます。今後ともよろしくお願いします。いつも温かいコメントありがとうございますと綴り、誕生日会での祖母と娘のショットなどを公開した。この投稿にファンからは誕生日を祝福する声や、ファンは静かに見守ってます、本当に可愛い天使などのコメントが寄せられていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。